迷子で、香織も昨日から全然連絡がつかないって。ま、行って確かめるのが一番だろうな。すみません、非番なのに。いいさ、あんた狙われてるぞ。私が？誰に？恨みを買うような覚えは？ともかく、俺が様子を見てくる。そこで待ってろ。でも、本当に罠なら危険です。常森茜、監視官権限により執行官の武装を申請。その奥は。おい。その奥は行き止まりです。なんだこいつは。破棄された地下鉄路線です。車両を捜索してください。応答して。おい監視官、何がどうなってる。安心しろ、公安局の刑事だ。あんなの生身で浴びたら売りじゃ済まんぞ。でも間違いなく鴻上さんはその先に進んだんです。騙されたのは君だけじゃないのか、常森監視官。鴻上はどっちの方角に向かったかわかるか。信号が妙な動きをしたりとかは。地下鉄銀座線でも60年前に廃線になってる。何も覚えてないか。わからない。昨夜は残業片付けて帰ったら。茜の声。よくできてるが、サンプリングから合成した偽物だ。止まったの。降りろって意味かな。どうやら選択の余地はないらしい。なんだここは。君もたまには狩りに参加してみてはどうかね。僕はここで起こる出来事そのものに興味があるのでね。ケミカルライトだ。職場ではうまくやってるの？あいつは信念を持ってる。あ、もしかして茜を振り回している部下ってあなたのこと？あ、待って、さっきの床のちょっと右の方。さっきと同じバッグだよ。カリ。ドローンは猟犬役だ。怯えて逃げた獲物をプレイヤーが仕留める。何？携帯トランスポンダだな。奴らの注意をそらす。あんたはここに隠れてろ。どうするつもり？一台仕留めた。それにあとはアンテナだ。人は恐怖と対面した時、自らの魂を試される。何を求め、そんなスリルと興奮あなたは求めていたはずだ。いかにも。考えていた。あんたを餌にして常森が釣られ、代わりに俺が探しに行くことまで織り込み済みで。なのに奴らはどうしてあんたを地下鉄に乗せた。それってさ。いいわよ、好きにしなさいよ。最低。勝敗を握る鍵の一つなんだ。おい、服を脱げ。こんなド変態が公安の刑事だなんて。なるほどな。攻略アイテムの最後の一つはあんたが隠し場所だったんだ。ここに中継基地を設営する。マップデータは信用するな。隙間という隙間をしらみつぶしに調べろ。マジに逃げる気だったんなら容赦なくエリミネーターが起動しますよね。君がちゃんと鴻上をコントロールしていればこんな事態にはならなかったんだ。それくらいにしとこうか。ちょっと陰険すぎるぜ。繰り返し。ありったけのドローンを急行させろ。手当たり次第に試せ。一台でもいいから到着させるんだ。